はい、こんにちは、ササイアンです。本日もニュースをついていきましょう。今日前半の話題は、小西議員がまたまたやらかしてくれました。行政文書問題で日経の記事が気に食わないということで、公開質問するからなと言ったはいいものの、その気に食わない記事が実は日経に存在せず別の社の記事だったということで、完全に誤爆状態。いかに小西がポンコツなるかを証明しちゃったお話と、後半は大阪の自民党は完全にやらかしまして、なんとディズニー社に許可も取らず大阪市にディズニーランドを誘致するってポスターや新聞まで作っちゃいまして、ネット民から口頭無形なこと言ってんじゃねえぞと大炎上しておりますので、その辺がっつり削りに行きます。僕の喋りを聞いてみますけど、いいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは小西のポンコツっぷりの方から言っていきましょうか。ことの発端は、昨日3月28日の夜、小西議員がツイッターで時事通信や日経に公開質問状を出そうと思います、記者も新聞社も通信社も正々堂々と何を考え、そんな報道をしているのか国民に説明すべきですと、大層お怒りモードのご様子でございまして、この下にある引用元のコメントにはですね、放送法、高市氏、しらを切る切る、党のメディアがまるで一言の体であろうことか、高市によいしょ怒り、高市氏逃げ切り、野党に手詰まり感、時事だの、日経に至っては正確性確認できず、立民政策より優先審議空否だの怒り、これじゃ高市氏ますます随のぬメディアの腐敗を正そうとしているのにって感じでして、時事通信と日経の記事を委託ご立腹のようでございますが、そこでですね、高市氏逃げ切り、野党に手詰まり感と報じたですね、時事通信の方から抜粋して読んでいきますと、総務省文書の記述が正しければ、閣僚議員を辞すると明言した高市氏は逃げ切れそうだとの見方が与党内に出ている。予算案が28日に成立すれば、野党による追及の機会が激減するからだ。野党が本丸と位置づける新解釈の是非に関する議論もうやむやのままだ。立民内からも高市氏辞任は難しいとの声が漏れる。立民は政治的公平性の新解釈の撤回を目指したが、予算位で議論が深まったとは言い難い。立民内では高市氏の問責決議案を提出する案も検討されたが、幕引きに利用されるとの慎重論が出て見送られる方向だ。立民内には手詰まり感が漂っていると、まあこんな感じでございまして、小西氏が気に食わないってのはね、まあわからんくはないのですが、ただ書いてあることは事実でしょうし、いつもならですね、左寄りの記事多めの時事通信でさえこう書かざるを得ないほどですね、小西文書は超三流の行政文書なので、記事の中身は許容範囲じゃないでしょうかね。それからもう一つ、こっちの方が問題となる日経の方なんですけども、どんなことが書いてあるのかと思ってですね、読もうと思って探したものの、どこを探してもその該当記事が見当たりませんでして優先審議空気なんですね、あまり使う言葉がね書いてあるので、すぐ見つかると思っていたのに、いくら探しても出てきません。でその代わりに出てくるのはですね、産経のこれなんですけれども、立民高市氏追い込めず、敗色濃厚、文書の正確性確認できず、政策より優先し審議空気ということで、見出しの語尾の方にですね、優先し審議空気と入っていることから、おそらくは引用元のこのアゲハっていうですね、ツイッターのユーザーさんが日経と産経を勘違いして書いたものと思われますけれども、まあ人には勘違いっていうのはありますからね、これ自体はまあまあまあってことなんですけども、問題は小西議員の方ですよね。なんて言ったって時事や日経に対して公開質問状を出すぞ、記者も新聞社も何を考えて報道してんのかってね、やたら強腰で言っていたくせに、実はロクスポ調べずに日経を名指ししていたということなんでしょう。赤っ恥にも程があります。多分日経の編集部ですね、今頃驚いてんじゃないでしょうかね。俺らそれ書いてねえしってで逆に産経の編集部の方はですね、ゲラ映えしてんじゃないですかね。小西は何も調べずに反撃する超一流のポンコチスト議員だって僕が言うのもあれですけどもね、小西さん、あんた日経に対して謝罪とかね、訂正くらいした方がいいと思いますよ。場合によっては賠償もね。これは完全に誤爆でしょうから。国会議員が一般ユーザーの適当なツイートを信じて名指しでメディアに圧力をかけるって、どう考えてもサイコパスですし、こういうしょうもない情報を鵜呑みにしちゃうから、あの不完全な行政文書超一級だとかね、自信持って言っちゃうんですよね。ということで、小西議員の目はケツ穴確定じゃなかった、節穴確定でございます。それから行政文書関連でもう一つ、小西議員を奈落に落とすですね、公示見解が昨日発表されまして、それを伝えるのは共同通信より、見出しがですね、今後も公平公正に報道、テレビ朝日の篠塚社長ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。
テレビ朝日の篠塚社長は28日の定例記者会見で、放送法の解釈に関する総務省の行政文書をめぐり、これまでも常に放送法に基づいて公平公正な報道に努めてきたし、今後も同じように公平公正な報道に努めたいと述べました。また2015年の行政文書については、報道ステーションの番組名も登場したが、篠塚社長は文書の評価は避けた上で、当時何があったかというと一切ないし、現場への影響もありませんと強調した。おしまい。ということで、なんかちょっと引っかかっちゃうんですけどもね、テレ朝がこれまでも常に放送法に基づいた公平公正な報道を務めてきたしって、おやおやおやってね、そう思う部分もあるんですけど、まあちょっとね、その気分は一旦横に置きまして、テレ朝の社長自ら、当時何かがあったかというと一切ないし、現場への影響もないと言い切ったので、放送法の解釈がねじ曲げられ、メディアへの圧力が横行したって前提が完全かつ最終的に嘘になってしまいました。小西さん、元 TBS の杉尾さん、それから放送に見捨てられた元官僚の古賀茂明さんも、おめでとうございますと。もう古賀さんに至ってはですね、放送のプロデューサーに自民党からねショートメッセージで脅迫が来たとかですね、ファックスで圧力文書が届いたとか散々プラ言ってましたが、あの話はどこに言ったのか。むしろ放送で I am not 安倍なんていうですね、打ち合わせにもなかったことを生放送で唐突にやっちゃったもんですからね、古賀さんの感覚では政権圧力にパージされたっていう風に思ってるのかもしれませんが、実際のところはあんたのその歪んだ態度にですね、局側がね、テレビ朝日の方がやりすぎだろっていう形であんたをパスッと切っちゃったっていうことなんでしょ。何大物コメンテーター気取ってんのか、部をわきまえておくんなさいましと。でね、立憲民主党の諸君にお伝えしますが、このテレ朝の社長会見というのはですね、今までとは次元の違う話なんですよね。真摯に受け止めた方が僕いいと思います。なぜならば、この篠塚博史という社長はですね、報道畑をずっと歩んできた人なので、2012年にテレ朝ホールディングスのですね、報道局長に就任して以降、ずっとテレ朝の報道を統括してきた人物なんで、それこそですね、この行政文書がうにゃうにゃってなってるですね、2015年あたりは、この篠塚氏が報道局を仕切っていた頃なのでね、これが例えばですね、富士の港社長であればですね、あの人はバラエティコンテンツ系なんで、報道のことを喋ったところで、ふふーんって感じになりますけれども、テレ朝の篠塚社長は報道局直系の人なんでね、言葉の重みが全然違う。なので、この衆議院を含めた立憲の皆さんは、テレ朝や NHK が圧力を否定しているのに、一体どんな報道圧力があったと思って戦ってきたのか、もう一度よーく考えてくれないと、超一級ポンコチストに全員認定されちゃうんですけども、それで大丈夫なんですかというお話でございました。さて、お次は前半の立憲よりもさらに輪をかけてポンコツすぎるお話を、先知りより、見出しがですね、ディズニー誘致公約、前川氏とのコラボで連続炎上、大阪自民止まらない学級崩壊ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。統一地方選で注目される大阪ダブル選挙がスタートしたが、大阪自民が序盤からネットで炎上する事態が相次ぎ、維新との決着をつける前に早くも逆風にさらされている。まず物議を醸したのは、大阪市内で貼り出されたポスターと配布された機関紙の号外だった。大阪市の人口と夢島地区へのディズニーリゾート地区を掲げたことでネット民の波紋を呼んだ。維新の藤田幹事長はツイッターで、大阪自民党って何でもありなんかと呆れている。はい、それが一体どういうものか、早速こちらをご覧ください。ドン。うわー、いくらなんでもこれはダメだろう。大阪自民はなんでこれ OK 出しちゃったんでしょうかね。カジノを叩きたい気持ちはわからんくはないんだけども、だからといってこんな荒唐無稽な計画で人の興味を引くというのは、いくらなんでもひどすぎますよ。なんかこの前共産党の市議がですね、アンパンマンと一緒に踊ってたんです。著作権侵害がどうのこうなんて叩かれておりましたけども、あれより100倍筋が悪い。あえて言おう、大阪自民はカスであると。で、炎上した主な理由は2つ挙げられる。まずはこのタイミングで IR 反対をかけたことへの疑問だ。夢島をめぐっては、維新が安倍政権時代から IR を積極的に誘致し、事業者も MGM とオリックスの共同グループに決定、府議会、市議会でも承認され、すでに国にも認可を申請済みだ。手続き的には規定路線で、国政の自民党も IR 実現を後押ししてきた経緯がある。維新側から言わせれば、 IR は争点じゃないはずだったし、自民の大阪府連は、府議団が IR に賛成、市議団が反対するという矛盾に陥っていた。
。なるほど。自民党の大阪府議とそれから大阪市議の間ですら、このカジノをどうするかについてはコンセンサスが取れていないと。これじゃあ戦う前から終わってますよねと。で、もう一つ物議を醸したのは、ディズニーリゾートという特定の商業施設名を安易に使ったことだ。ディズニーは版権管理に厳格なことで知られている。ディズニーリゾートの運営会社オリエンタルランドの広報部は取材に対し、ディズニーリゾートの名称に関する権利は当社ではなくディズニー社に帰属しており、コメントする立場にはないと静観する構えだが、あるディズニー関係者は勝手に名前を使うのはいかがなものかと困惑気味に語った。そもそも大阪市内にはテーマパークの競合である USJ が存在しており、維新の関係者からも現実味のない政策を掲げて何を考えているのかと呆れる始末だ。いや、全くその通りです。一旦 USJ の話を横に置いたとしてもですよ、ディズニーの誘致を歌うのであれば、実際にどういった交渉をどことしているのか、オリエンタルランドとしているのか、あるいは米国のですね、ウォルトディズニー本部とやっているのか、最低限大阪市民はそれを明らかにすべきでしょう。昔韓国のイ・ミョンビャク大統領がですね、ディズニーランドを誘致するといってですね、おいおいおいふざけんなよっていうふうに思いましたが、それと同じことをですね、今大阪市民がやってると。もう呆れるしかありませんし、まさかとは思いますけども、誘致を想定しているエリア、夢島に夢の島を作ろうなんてダジャレでディズニーリゾートをやったんでしょうかね。だとしたらお笑いセンスなさすぎですよ、大阪人とは思えませんと。で、大阪自民の関係者によると、問題のポスターやチラシは前回の衆院選で落選した前議員が旧知のディズニー関係者に協力を打診するも、日本法人に相談するように門前払いされた。ディズニー側と正式に詰めたのか定かではないが、府連内にも危惧する向きがあったという。大阪府連として組織的に認めたものではないと言明しつつ、まさか本当に使うとは思わなかった、これで票になると思ってるのはセンスが疑われると半ば怒り気味に話す。いや、半ば怒り気味はこっちのセリフだって。門前払いの案件を選挙で使うだなんて、へそが千の利休じゃなかった、へそが茶を沸かしますよと。で、このディズニーのポスターだけでもマイナスの影響にもかかわらず、今度は知事選候補の谷口真由美氏のツイートが追い打ちをかけることに。というのも、谷口氏は27日ツイッターの音声交流サービススペースでゲストに招いたのが前川義平氏だった。はい、これもですね、谷口氏のツイッターで確認できたのでちょっとお見せしましょうか。ドン。昨日は前川喜平さんとスペースをしました。前川さんは途中から参加。よかったら BGM 代わりに聞いてみてくださいね。こういう人をですね、大阪自民は推してるんでしょうかね。もう乾いた笑いしか出ませんけれどもと。で、言わずもがな、前川氏は退官後、安倍政権に最も敵対してきた論客の一人。それでなくても、谷口氏はサンデーモーニングに出演し、自民党政権を辛辣に批判してきた言動から、自民が野党と共に支援する候補として擁立されただけでも保守層に波紋を広げた。今回谷口氏は、実は前川さんとは一緒に本を出したことがあるんです。選挙や政治についてあれこれ話しますよと、前川氏と親しい関係を臆面なくつまびらかにした。これにより安倍政権を支持してきた岩盤保守層の離反は決定的になったと見る向きが強い。いや、なんかもう目が点になるって言葉ありますけど、まさに僕その状態でございます。ほんと目が点ですよね。大阪自民党の面々というのは、なんか変な薬でもやってんじゃないでしょうかねっていうくらいですね、もう病的ですよね。僕が普段使うですね、お花畑だとかパラレルワールドとも違った、なんて言うんでしょうかね、サイコパスワールドでしょうかね。もうそれくらい何してんのか意味不明でございますと。で、自民から離れた大阪の保守党は維新にも行かない人が少なくない。知事選では参政党公認の司会吉井氏が立候補中だが、岩盤保守党の受け皿になる可能性もある。ああ、そうなんだ。そうは僕は思わないけどね。で、岩盤保守党の不満を代弁するように、お隣の京都自民党は西田昌司参議院が YouTube で市長選こそ北野氏への支持を呼びかけたもの、知事選では谷口氏ではなく吉野氏支持を訴えた。ダブル選挙序盤にして、もはや大阪自民は学級崩壊状態に等しいようだ。おしまい。ということで、この記事長文につきどこどこすとばしております。全文知りたい方は概要のリンクからご覧ください。この記事、今さっき続報が入りまして、つい3月29日17時自民党大阪府連の担当者は29日午後電話取材に応じ、問題のポスターや機関紙について大阪府連として IR 予定地のあり方については様々な案を検討してきたが、ディズニーリゾートという提案はコンセンサスを得たものではないとの見解を正式に示した。担当者によると、府連所属の中山
康秀前衆院議員が旧知のディズニー関係者に打診したと説明したが、ディズニー側の確認を取ったかどうかについては言及しなかったってことでして、これで大阪の自民党が嘘をついてまで選挙活動をしていることは確定となってしまいました。僕が橋本徹だとかね、吉村知事はね、上海焼きそばの香ばしい匂いがプンプンするっていじってんだよね。僕が大阪自民党を応援してると錯覚して、ツイッターの DM とかでたまーになんですけどもね、大阪自民党を応援してくださいってメッセージが来るのですが、すいません、大阪自民党に応援など今まで一回もしておりませんし、今後も応援の予定はないです。というかですね、立憲や共産党と選挙協力してる時点で僕の中ではもうありえないのに、こんな荒唐無稽なプランで有権者の興味を引くってマジで恥ずかしくないのかなと。維新を倒したいという感情はわかりますけども、やっていいこと悪いことその区別くらいつくだろうって。それにこのディズニーリゾートを誘致計画は絶対にありえない、最も根本的なことをね、ちょっとこれからお話ししようと思うのですが、 USJ とディズニーリゾート誘致予定エリアの夢島なんですけども、これってですね、直径の距離で3キロくらいしかないんですよ。言ってることわかりますか？夢島にディズニーリゾートを例えば作ってですよ、そこのお城だとかビッグサンダーマウンテンに乗っちゃうと、ライバルのテーマパーク USJ が見えるんですよ。そんなんが見えたら夢の国でもなんでもないじゃん。ディズニーサイドからしたら景観最悪ってことですよね。それに松井市長が言うにはですね、 USJ を誘致する際にですね、他に大規模なテーマパークを誘致しないとの覚書をですね、自民党時代に交わしているということなので、この話が本当であれば USJ に対して大変失礼な話ですよ。自民が約束を破ってるわけですから、遊ぶ側のユーザー目線でもアホですし、テーマパークを運営する企業目線でもアホですし、さらにディズニーの承認も取っていなかったというのも空前絶後のアホさ加減。大阪自民党はもう選挙活動しなくていいですよ。サンモイの常連だった谷口真由美を担いで、それにビーチマイカーと対談を組んでですね、もうむちゃくちゃじゃないですか。こんな人どうやって応援するのか、大阪自民の対応には全く理解に苦しみますが、今日も話がなくなりましたので、これくらいにして最後はほっこりのとこで締めたいと思います。お好み焼きとかけまして、大阪自民に呆れるとときます。その心は、こんなもんか。そういえば、最近大阪行ってないですね。お好み焼きは人気店じゃなくてもね、街角のお店に行ってもどこも美味しいし安いし、昔行った重曹駅の近くのネギ焼きも美味しかったですよね。そんなことを思い出したらですね、なんかまた大阪遊び行きたくなっちゃったなと思ってね、今年どっかのタイミングで行ければなと思っておりますが、本日も面白かったためになってたからですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。